大晦日12月31日本日誕生日の兄弟たちよ、ガス木せよよっ。大晦日に誕生日なんてすごいね。ねえ隊長たち、いただきます。バカ神うまっす。今年最後の花火だ。よいしょ。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。おめでとうございます。ハッピーバースデー。ふーれい。合わねえな。おー危ない。数が多すぎてもとんでもないことになってる。上にも多少あったんじゃないかな、お部屋の方に。どうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。大晦日でございます。はい、マグワールド大掃除ということで、いろんなところを回ってですね、なんか掃除したいと思います。いろんなものね、振り返りとともにですね、お掃除、まあそういった感じでございます。よろしくお付き合いくださいませ。それでは本日もやってまいりまーしょうと。今日の帽子、えい。大晦日はいい。大晦日に俺のお面ってすごくないですか。これもう外しててもいいんじゃねえってぐらいだよね。大きくなっちゃったって。あ、子供の村人の声がする。おお、また増殖が始まっているのか。よし、それでは大晦日の本ネタ始めましょう。はい、まずはね、このマグタウンですね。掃除するっつったかってもそんなないかな。なんか散らかってるところがあれば掃除していきたいなとは思ってるんですけど、問題ないですしね、この辺りも特に。あ、これこっちじゃないじゃん。まあ、こういう細かいことをねやっていきたい。ではまずこの仕分け機の最終ポイント、なぜかゾンビーフ、こういうのもちゃんと回収しておく。で、草ブロックはこっちにないので。あ、砂もこっちにないな、なんで。あとこういうの磨かれたやつとか関係ないのがこれ流れてきてるから、ちょっと回収しとこうかな。おお、すげえ。やっぱたまに見に来ないといけないよね。はい、ご覧ください。石引っ張り出してきました。あと関係ないのも引っ張り出してきて、すっきりいたしましたね。はい、こうやって引っ張り出したものはちゃんとですね、マグタウンの倉庫の方に、放り込んでおきたいと思います。今取ってきたのはこっちで、その他もちゃんと入れてしっかり仕分けていただきたいと思います。カチ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 うるさいんです、ここだからね。その代わりアイテムが自動的に整理する。顔でけえわ、顔でけえわ、ちっちゃくしたよ、顔ちっちゃく。では次はこの採掘所だよね。はい、到着、久しぶりだな。はい、これは必要なものですし、他はここかな。いっぱいあるぞ、なんか持って帰るぞ。これでもね、まだまだブランチマイニングできると思うので、そういう意味でこれは置いといてもいいかもしれない。オーク、ハーフブロック、オーク、松明で、それ以外はもう必要ないってことでいいかもしれないね。持って上がろうか。よし、すっきりした。じゃあ来年来るかもしれないけど、よろしくお願いいたしますね、ブランチマイニング会長さん。では上がります。マグタウンで整理してないところはこれぐらいじゃないかと思うんですけどね。お、村人、ちっちゃい村人の、あー、生まれたねー、生まれたねー、ちっちゃいねー、わー、わー。あ、そっかそっか、ここ開けとかないと。これよし、開けといてあげよう。はい、どうぞ、町の中入りなさい。君たちは町の中にいないとダメだよ。うん、はいはい、もうダメだな。うん、好きにして。他はねーな、これだね。おー、危ねーのがいる。ここも大丈夫だし、あ、この矢はもういらないね、ここにね。よし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 。はい、ちょっとね、マグタウン終わりかと思ったけど、この裏側を見に行こうかと思います。地下の方をね、なんか余ってんやつなんかないかなと思って。あとね、ここにね、行き着いてしまう。あー、めちゃくちゃ余計なの流れてきてるな。わーい、なるほど、俺どこ行ったのか不思議だったんだよ。ここに来てたのか。ほら、マグズボックスポータブルどこ行ったのかなって思ってたのがね、あったんですよ。こっち来てたか、来といてよかった、マジで。オッケー、そうかそうか、これがテラコッタモードがオンだったのに送り届けちゃったからこうなってるんだわ。ガテンがいった。なんて高性能なんだ、うちの仕分け機は。マジでみんな作った方がいいよ、マジで。年末大掃除はかどるはかどる。この辺ももう特に問題ないし、
こっちも特に何もないし、オッケーだな。マグタウンはオッケーでーす。では村人村ですね。明日ね、年始お参りにお伺いしようと思っている村人村行ってみましょう。飛ぶよ村人村。ハハハ、見て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 、ハハハハ、お前ら何やってんだ。ハハハハ、数が多すぎてもうとんでもないことになってる。はい、ちゃんとこちらは祭りの雰囲気。明日よろしくね。明日皆さんよろしくね。明日本番だよ。よろしくね。多分置いてないと思います、村人村は。ちゃんと持って帰ってると思うので。よし、オッケー、次行ってみよう。じゃあ次はね、どうすっかな。まあネザーからちょっと移動しましょう。マグタウンからエリトラで移動できる、これ飛んで移動できるところはもう全部見たのでね、行くぜ。やってまいりました。じゃあ3番ターンいっか。3番ターン。よっしゃ、来たと、コナツの村3番ターン到着でございます。結構久しぶりなような気がしないね。夏はよく来てたけど。リゾートもとりあえず一旦は片付いたってことだからね。一旦はよ、あれで完成とは言わないけど、一応3番ターンの倉庫があって、これはまあ置いといてもいいと思うんですよ。で、なんかまた何かが足りねえと思ったらここに来たらあるってことも考えられますからね。置いときます。はい、これ去年も同じこと言ってたような気がするわ。でね、こっちにねちょっと物資を置いてた時があったんですが、どうなったかな。はい、サンマタウンも賑やかですね。ほら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 、これこれいらねえだろ。はい、おいで。わあ、たくさんくれたね。オッケー、よし、じゃあサンマタウンいっか。サンマタウンじゃ、リゾートいっか。リゾート、なんかご無沙汰だね。おー、でけえ建物。そういえばあっちの村もどうにかしようみたいなこと言ったね。まあおいおいだな。誰かリストアップしてほしいな。俺何やり残してたかな。ホテルの最上階にやってきておりますが、特にないね、置き忘れは。はい、ビップルームやってきております。特に置き忘れないですね。はい、ホテルの方も覗きましたが、特に忘れ物ございませんでしたね。よし、サンマタウンは以上です。はい、帰ってまいりました。続きまして、岩盤村は大丈夫ね。ここ岩盤村で、ここはバイオハザード村か。もうあそこも特に大丈夫っぽいんだよな。じゃあバイオハザード村も大丈夫だから、この2つは大丈夫ですね。いちいちまあ見に行かなくてもいいでしょう。まあ振り返りとは言いつつも大丈夫だと思います。ここはなんか動物園を作ろうかつって言ったけど、いや動物園マグタウンの近くでいいんじゃねってことでボツになったよ、行き先ですね。で、こちらがエンダーマントラップの方なんですが、ここも別に何かどうなってるわけじゃないので、しっかり整理ついてますから。普段からね、もう普段から掃除してるから、もう大丈夫、そういうのちゃんとしてるから。こちらがですね、ガーディアントラップ TT もいろいろ書いてますけど、この辺もね変えていかないといけないね。いくよ。いや結構ねあるんですよ、置いててもしょうがないものがたくさん置いてあるので、しっかりとこれも持って帰りたいと思います。ガーディアントラップ下、ほらこの辺も意味ないじゃないですか。絶対使わんだろって、こんなとこ置いててもしょうがないだろっていう感じの。エンターチェストだけ置いときます。でもベッドもいらないです。オッケー、すっきり。じゃあ上上がりましょう。建築の聖地の方向かいまーす。建築の建築の建築の聖地。うん、建築の聖地もさないね。え、特にないわマジで。あ、あった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 。これだけだもんな。でもあったとしても、あとこの辺りの整理どうすんのって話なんだけど、あとでシーランタンめっちゃ作っときゃいいだけのことだし、でちょっとガーディアントラッパー止めときます。建築の聖地も大丈夫か。次はトラップタワーだね。この間エリトラちょちょっとなくしちゃいましたけど、そんなもんでしょうね。ほか、あ、うん、余計なもん置いてある、そういえば。よし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 、この辺余計なもん置いてあるから。余計だな、ここ全体的に余計だよね。もうベッドはでも何個か置いておいた方が、ここを利用するマルチメンバーがいるので。オッケー、ここのアイテムも回収できた。下は大丈夫だよな。あー、あの馬まだいるのだ。あの馬まさかまだあそこにいるのか。あいつらのことすっかり忘れてたわ。オッケー、じゃあここはオッケーです。次行ってみよう。クリスマスお世話になりました、イグルー村へ行きます。
イグルー村やってまいりました。お世話になっております。ここの、まあ、例えばこの中とかね、なんかいろいろ入ってますよね。これ持って帰れるよね。うん、そうだな。お片付けしましょう。オッケー、片付いた。あとはマルチメンバーがライブの時に置いてったやつがちょこっとあるかもしんないけど、それもみんな持って帰ったかな。うん、大丈夫っぽいね。みかんがいるあ、なんだこのラピスラズリブロック。あ、装飾しようとしてくれたのかな。なんか忘れてるもん特になさそうだね。オッケー、イグルー村もオッケーだ。次はキノコ島だね。キノコ島行きます。結構初期に発見したと思うんだけど、まあ、楽園だよね。敵の湧かないね、バイオームなので本当にこう平和的にいろいろできるんだけど、結局まだ村人は一人も来ていない。こうそう、キノコ島の入り口のネザーがもうキノコ島っぽくなってる。はい、キノコ島でーす。誰かいる？いないね。ここの荷物整理みたいなのもしたいけど、あ、ここは一応大丈夫だし、これ上上がってみようかな。前あのジャジャーンさんとライブでちょっとちょろっと来た時、別に特に何もなかったんだよな。ここも大丈夫だし、キノコ島クリア。どんどん行きましょう。まだ行かなければならないと結構ありますからね。めちゃくちゃ遠いところも実はあるんですよ。巻きで行くぞ、巻きで。大晦日大掃除、大忙しでございます。サバ村の方にとりあえず一旦向かいます。次はね、アイススパイクバイオーム行きたいと思います。この道のりが長えの、本当に遠いから、本当に遠いよ。はい、ここなんか荷物あったかな。ここはないけど、あー、あったあったあった。こいつらはもう完全にここに置いておかなくても絶対大丈夫なやつだ。これ去年も置きっぱなしにしてたんじゃない？それぐらいだよ。歴史ある置きっぱなしだよこれ。オッケー、また一つシルカーボックスが増えた。7つ今使ってるよ。でもね、あと1箇所残されております。掃除しに行かなければならないあの場所、ここもまた遠いの。行くのはいいんだけど、行ってまたか。帰りがちょっともう辛くて辛くて長くて。あ、ちょっと待って、思い出の白熊もあるな。こっちなんか置いてたかな。アイススパイクバイオームまで来て、ちょっと空飛んで白熊を探すということを行って、見つけた場所がこの場所。ありがとう白熊。白熊との思い出があるだけで、確か白熊ちゃん連れていくときに、ちょっと亡くなってしまうということがあったと思います。で、それであれ書いたんですよ、記念碑みたいな形で。よし、ここは大丈夫でしたね。特に何かを置き忘れとはございませんでした。さあ、この中継駅から右に行くと帰れるんですけど、左に行くと存在するのがメガタイガという場所です。ほんと久しぶりじゃないかな。もうほんと遠いからしばらくお待ちください。ここまでは近いんだな、意外とすぐ着いたなメガタイガ入りましょう。はい、まあここがですね、レアバイオームですよね。要するにメガタイガというバイオーム、ここにしかならない土、そしてここはなんと苔の石が元から置いてあります。そういう変わった場所でございますね。なのでここでなんかできねえかなってことで勢い建築をしたのがこれで、なんとこれが、はい、焚き火です。うるせえな。で、なんかこの辺のアイテムもう全く使わんでしょ、置いててもしょうがないでしょっていうものはしっかり回収していきますから。上にも多少あったんじゃないかな、お部屋の方に。あったあったあった、絶対使わねえだろうって。よし、すっきりしたぞ、すっきりしたすっきりした。オッケー、メガタイガも掃除完了。マグタウン帰りますかね。え、また来るからね。じゃあ失礼して帰りまーす。マグタウン帰りまーす。イエーイ。ああ、今帰ろうとしてたら一つ思い出した、ありえない村がございましたね。この先にありえない村があります。ありえない村に到着。あれ、入り口がないぞ。え、入り口が、あったで。ありえん、あー、うざじろ、ありえんわ。めっちゃ怒ってる、しばらく留守にしてたからめっちゃ怒ってる。全然こっち見えへん、めっちゃ怒ってるやん、宇佐次郎。さあ、ありえない村にはどんな無駄なものが置いてあるのでしょうか。ここなんか仮拠点みたいな感じになってるから、ほらほらほら、なんだこの鉄のヘルメットは。よし、じゃあここ整理させていただきましょう。あ、びっくりした、何者だと思った、びっくりした、びっくりした。
きっちり整理はできました。あと向こう側にも行きたいのでね、ちょっとここで一泊してから向かいましょう。うるさい系、うるさい系、行くぜ。この上は特に何もないし、こっちもまあなんか置いてないもんな。別に何も置いてないな多分。オッケー、ありえない村もオッケーだな。すっきりしました。ではマグタウン本当に帰りたいと思います。じゃあな宇佐次郎、また会おう。あ、見てくれた、ありがとう宇佐次郎。来年もよろしくな。ただいまー、マグタウン、ただいまー。もうシルカーボックス総動員ですよ。オッケー、大掃除完了。すっきりっすなー、すっきりしました。いい感じでございます。2017年年の瀬最後の動画は、はい、大掃除させていただきましたでございました。ぜひ、皆さんもね、一緒にご覧になって懐かしい場所とかもぐるぐる回りましたんで、何か感傷に浸っていただいてですね、今後ともマグクラの方どうぞ、ごひいきよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。では本日の本ネタは以上だ。はい、お疲れ様でした。今回日本村とその、マグファームとあちらの墓地の方をやらなかったのは、あそこはですね、あえて置いてあるものがほとんどだったからです。よろしくお願いいたします。このご了承をお願いいたしますね。では兄弟通信、冬休みなのって聞いてみました。もう当たり前だよね、これちょっと時期が時期だったんであれなんだけど、気になって聞いたわけなんだけど、そうって方がほとんどで、まだな人っていうのはなんでなんだろうね、ちょっとわかんないんだよね。で、社会人もね、19% いらっしゃって、結構増えたんじゃない？もっと少なかったような気がするんだけど、社会人って方が結構増えて、私的にはありがたいですね。はい、ありがとうございます。イグルー村、名物ツンデル牛。これね、昨日画像紹介しましたけど、結構ツンデル牛が人気なので、これまたどっかの手直しで考えたいと思います。本当にありがとうございます。ランダム建築ってこんなに綺麗に仕上がるんですね。ランダムでありながら、法則性を持たせているのがポイントなんでしょうか？そう。ありがとうございます。褒められて伸びるタイプです。こういうコメントしか読みません。画像、この画像、これは地面ブロックをで作りましたっていう方なんです。綺麗だね、ありがとうございます。で、もう一つ方の画像があって、これうまくやったな。あれかな、リソースパックってやつかな。はい、明日はですね、元旦、分かってるでしょ。そうです、日本村にも当然来ると思います。村人村で初詣やりたいと思います。もしくは、マグワールドの神社巡る旅、まあどちらかになるかとは思います。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。ご祈願参りましょう。いやー、いい1年だった。飛躍の1年だね。目標も達成できましたしね。明日またなんか新たな目標を立て、皆様にお伝えしたいと思います。それではマグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、明日の企画の成功を祈願いたしまして、アンマグルデーミョーチェッ。2018年また会いましょう。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。次は2018年だね。よいしょ。これにてバレルロールをする、道島ロールを巻く、そんな年末だった。ほな。